勝ってもらう人間がね、なんだって、これで負けたらね、中日が優勝するんじゃないか思うけどね、今日はどうしても勝ってもらいたいです、広島の一番は20試合ぶりの勝打、中日の先発は小松です。レフト大光が目測を誤りツーベースヒット。前田が送った後3番の野村、センターへ、犠牲フライで広島がこの3連戦初めて先制しました。川口はこのカード2試合連続完投勝利。中日は2回6番の中村、ツーベースヒット、中日の初ヒットです。続く大光はフォアボールでノーアウト1塁2塁、南宗が倒れた後9番のピッチャー小松、初球でした。これでノーアウト満塁、バッターは立浪です。2エンド2からのカーブ、中日がたちまち同点に追いつきました。追いつかれた広島は3回2アウトから3番野村、打ち取ったと思った当たりでしたが、大光のスタートが遅れツーベースヒットとなります。続く西田が歩いて1塁2塁、アレンは6月6日以来のスタメン出場です。初球のスライダー、野村に続いて西田も一塁からホームイン、広島3対1と再びリードしました。6回中日4番の落合から、川口は中盤立ち直ってきましたが、初球のストレート、手首を早く買いすぎたということですが、25号ホームラン、中日3対2と追い上げます。6回に広島が2点を加え5対2とリードした9回、中日は2アウトとなりましたが、3塁1塁で4番落合、広島はこの回から大野、ワンエンドワンからの低めのストレート、スクリーンに飛び込む26号のスリーランホームラン、中日が土壇場で5対5の同点に追いつきました。9回裏、広島ワンアウト2塁1塁で代打は原、中日も抑えの森田です。原は昨日スタメンでダメだったので、ここで何としても決めたかったと話していました。センターオーバーのツーベースヒット、広島が苦しみながらサヨナラ勝ち、この後につなげる貴重な勝利を挙げました。